新年明けましておめでとうございます。声は小鳥と大先生のポタワン TV ラジオミニ、はい、さあ始まりました。声は小鳥と大先生のポタワン TV ラジオミニ、今回もよろしくお願いします。お願いします。いや2024年ですね。いやお正月ですね。いや明けましたね。明けました明けました、ね、まあ、皆さんものんびりと、うん、こちらを聞かれているんじゃないかというところでございますけども ね。お正月何ありますか大先生。正月ってね、僕ね毎年そうなんですけど、うん、あんまり帰省をしないんですよ。いやそうわかる。私もなんかみんなによく帰らないのって聞かれるんですけど、うんうんうん、正月に実家帰るとこの遠方税はね高いじゃないですか。そうなんですよ。僕も北海道なんでね。いやバカ高いじゃないですか。小林さんも京都。そうなんですよ。で混んでるじゃないですか。そう。だから意外と正月は本当にただただゲームして、そうなのよ。でまあちょっとずらした時期に帰るかなみたいなとこがありますね、うんうん、そうなんですよね、うん、で結構実家とか帰ったら、うん、ちょっと正月料理作ったりとか、ね、食べたりとかあると思うんですけど、一人でそんなのをわざわざ準備することもないので、そうなんですよね。いつもなんかね正月らしいことしてないななんて思いながら本当にダラダラしてるんですけど ね。まあでもね幸いスーパーがもうずっと割とやってるんで、確かにね、ここでまあちょっとだけ正月っぽい惣菜売ってたら買ってみようかなぐらいの正月ですね、うんうん、確かにみんなもそんなもんかな。そんなもんでしょう。どうかな、はい、そんなダラダラのね、はい、一部として聞いていただきたいななんていうふうに思っております。はい、はい、じゃあそろそろ本題に移りましょう。はい、はい、ではですねこちらのコーナーに行きたいと思います。お便りコーナーミニー、わい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 、はい、ということで、うん、今回もね前読み切れなかったお便りですね、はい、ちょっと年をまたいでのご紹介になりますが、珍しい、前回のお便りテーマが、うん、2024年の抱負を教えてということでね、うん、まあ、始まりました今年の抱負について皆さんから、うん、募集させていただきました。じゃあ早速読んでいきますか。はい、はい、ということで、うん、まずはトレンチコートさんからのお便りです、はい、ココちゃん大先生こんばんは。こんばんは。こんばんは。2024年の抱負は心穏やかに過ごすことです。お、なんかいいですね。日常で嫌なことがあった時に心でもクソッと言ってしまうので来年はお釈迦様のような清い心で穏やかに過ごしたいと思います、うん、多分難しいだろうなといただいて。そっか、なるほどね。これどっち派ですか。派閥なの。派閥、私派閥だと思うんですけど、はい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 、このなんていうか怒り派、うんうん、その何か出来事があった時に、はい、思い通りじゃない出来事があった時に、うんうん、クソッていうそのうわーってなる人と悲しむ人、もうダメだうえーピエンってなる人に分かれるなって私思ってて。なるほど。私、うん、ピエン派なんですよ。あ、ピエン派。ピエンもうダメだピエンってなる。そっか、僕はクソ派ですね。あ、そうなんですね。でもね、うん、僕なんか昔からそうなんですけど、なんかあんまりこう感情を引きずんなくて、はいはい、なんか寝たら終わる、はい、あ、でも確かに怒りは瞬発性ですよね。そう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 、うん、でもなんか気沈んでる時とかも割と、はいはい、まあ、一晩経てばかなっていうのもあったりしますけど、でもっていうことはトレンチコートさんも怒りあんま引きずらないんじゃないかな。そうか、まあ、でもやっぱね、その瞬間の爆発がね、まあ確かに、ね、まあ、その一人でいる時だったらいいですけど、うん、なんか場面によってはちょっと空気悪くしちゃったりとかみたいなことももしかしたらあるかもしれないですからね。私でも怒る演技が本当にできなくって、あ、それで悩んでいろんな人にその怒るって何かっていろんな人に聞いてみたことがあったんですけど、はいはいはい、その時に気づいたのがこういう何かあった時に怒るタイプの人ってやっぱエネルギーがすごい。エネルギーか、うん、なんかそれこそやっぱ声優ってやっぱ売れる仕事じゃないですか、うん、売れていかなきゃいけない、そういう時のそのエネルギーが強いなって、行かれる人の方がやっぱり強いなって思ったんでそっか、何かを成し遂げる力トレンチコートさんもあるんじゃないかな。確かに、うん、まあ、それを持った上でこう、うん、心に秘めつつ穏やかにって、ね、過ごせるといいけど、まあ、これは性質な気がするな。ちょっと羨ましいですもん私。あ、なるほど、ね、怒れるタイプの人。格ゲーとかやるとめっちゃ叫んじゃいますよ。よくないんですよね。ほら、怒っていいことなんか、そう、怒っていいことなんかないんですよね結局。ほぼないと思う。そうか、まあね、冷静で入れた方がプレイは安定しますよね。そうですね、はい、ありがとうございます。
じゃ続きまして、沼んちゅネーム子猫さんからのお便りです。ありがとうございます。ココちゃん大先生ポタバンは、ポタバンは、私が来年やり遂げたいことは、某アイドルゲームの某アイドルイベントへ、出版する合同本のショートストーリーを完成させることです。すごい、すごい、すごい、そんなことやってるんだね。同じ仲間である方から誘われて、最初は絵とか描けないから無理ですと断ったんですが、ショートストーリーでもいいですよと言われ、これなら私でもできそうと思い参加表明を出しました。早速先月から取り掛かり、半分以上は出来上がったのですがつまずいています。出来上がったとしても多くの人に楽しんで読んでもらうために3作ぐらい作成して、そこから選びたいと思います。すごいな、すごい、すごい気合い。来年は忙しくなりますが、いい話を作り上げて載せてもらえるよう頑張ります。ではでは、ということでね。すごい、めっちゃ偉い、素晴らしい、いいです ね、この創作的なところといいますか、ですね、SS ってやつだ、ショートストーリー。そうですね、ショートストーリーいいですね。昔インターネットで昔よく読んだそうですね、そっか、何かを作り上げるってね、それこそパワーがいりますよね。小岩井さんもね、琴音色とかやってらっしゃるじゃないですか、はいはい、あの辺もまあ結構一次創作的な部分になってくるのかなと思うんですけど、私でもあれですよ、本当に子供の時から、小学生ぐらいの時から小説書いたりとか遊んでました。すごい、僕も書いてましたよ。あ、一緒だ作るの好きだったんだろうな、きっと、いいですね。オタクたるもの、ちょっとそういうとこありますよね。そうですね、それこそ大先生本当にライターさんだし作詞家さんじゃないですか。そうですね、作詞もさせていただいてね、小説も書くって今言ってたけど、小説は書いてましたね、昔小学生、それこそ小学生ぐらいから書いてて。大先生、ラノベとか書かないんですか。ラノベ書きます。書いてよ、だって募集してるじゃないですか。確かに確かに、絶対出した方がいいと思う、すごいこと言ってくるな。原作者になっちゃえばいいじゃん。確かにね、でもなんかね、こう一冊出すのは夢なんですよね。あ、いや、いいと思う、すごい素敵。昔から書くのは好きで、それこそ、学生映画撮ってたので、その脚本を書いて、じゃあ手だれじゃんで大先生とか呼ばれたりしてたんですけど。あ、それで大先生なんですか元ネタですね。あ、そうなんだ。じゃあペンネームももう決まりましたね、大先生。すごい確かにね、すごい、いそうラノベの作家の先生で、いそう大先生先生としてね。わー、楽しみ。まあでもね、そのショートストーリーしかり、作詞とかもぶっちゃけ誰でもできるというか、誰でもできないけど、その音楽機材とかいらないし、あ、まあ、確かに、そう、始めることができるという意味で、誰でもできると思うんですけど、そのショートストーリーとかもね、はいはい、まあ、その分やっぱりやってみるとっていう難しさとかもね、難しい、体感して、でそれ自体もやっぱ面白かったりなんていうところもあると思うんですけど、ですよね、まず1個書き上げるのが超難しい、そうですね、ずっと手直ししちゃうと思う、で終わらないサグラダファミリアずっとどこかを直してるなると思う、絶対なるよ、そりゃそうよ。まあ、でもね、やっぱ今年1年何かを作り上げるっていうのも非常に素晴らしい目標ではないでしょうかね、しかも3作書き上げるってね、すごいっすね。絶対に受かりたいオーディションにそのコンペ出すみたいな確かに、ね、3本書きましたみたいなね、そっか、僕もなんかやりたいな、なんか書こうかな、せっかくだし、いや、来年使ってね、絶対いいと思う。正月それしたらどうですか。確かに、ね、まずはね、正月の空き時間で、ね、ハーレム系書いてくださいなんで、私ハーレム系やりたいんですよねあ、なるほどね。なかなか私なんかラブ要素のあるものにあんま受かったことなくて、あ、ちょっとドッキリシーン、そのなんていうか、お風呂で会っちゃったとかあるじゃないですか、ラブコメ的な、ああいうのでも私幼女やることが多いんで、そういうシーンから絶対除外されるんですよ。なるほど絶対セクシーシーンに踏み入れられないんですよ。そっかそっか、あってもあんまり、そうなんですよ、ちょっとギャグっぽくなっちゃう。そうなんですよ、だからちょっといつか出てみたいな。いいですね、楽しみです。じゃあ頑張ります。ラブコメ、メディア化を目指して頑張ります。よろしくお願いします。じゃあ小猫さんと一緒に、はい、素晴らしい作品ができることをね、ですね、祈っております。はい。じゃあ続きまして、ぬまんちゅネーム、あつおりさんからのお便りでございます。ココちゃん大先生、ぬまんちゅの皆さん、ポタバンは、ポタバンは、ポタバンは、あつおりです。ありがとうございます。僕の今年の抱負は、イヤホンを作るです。あ、カスタム IEM をすでに持っているのですが、はい、某ライブ会場にてデモ機を視聴しました。こっちも欲しいとずっとなっており、今年こそは必ずお迎えしたいと思っております。なるほどね、カスタムはいいぞ、こちらもまた深い沼ですが、そのことです、はいはいはい、イヤホンをオーダーして作るってことですね。はいはい、そっちか、はいはいはい、いやでもそれはもうカスタムはめっちゃいい、作ろう、はい、いっぱい作ろうそっか、いいっすね。いいで、だってね、1個作るとね、またね、他のも欲しくなるんだ。そうなんですよね、めちゃくちゃいいから、あれ小泉さんって、去年2023年で、はい、カスタムって作りましたっけ。
作ったと思う、作りました、うんうん、そうだ、アイマスコラボのも作ったし、そっかそっかそっか、番組一緒にやりました、去年ですよ、すごい前に感じるな、そうなんだ、そっか、あれ去年でしたか、そっかそっかそっか、順調に増えております、じゃあやばいっすねやばいっすね、じゃあやばい最近作ってないんじゃないですかって思ったけど、全然作ってましたね、年1、2回は作ったりしてます、逆に僕がね、多分ほぼ作ってなくて、確かになかなか機会ないですよ、そう、言うてもういらんし、カスタム言って僕も多分 4,5 本ぐらい持ってるって、はいはい、普通に考えれば十分なんですよ、確かにコレクターでもない限りは、うん、そうなんで確か2020年ぐらいに作ったのが最後だったと思うんですけど、意外とね間空いたりしますよ、そうでもいいな、確かにな、新しいの欲しくなりますよね、本当にね、カスタムはめっちゃ気持ちいいから、うん、そっか、でもね最近そっか、まあ、紹介こそせど、うん、あんまりこういうハイエンドに僕もあんまり触れてないような気がするので、確かに、ね、ちょっと改めてがっつりこうオーディオファン的な視点で触れたいななんて思いますね。というのも最近ワイヤレスが人気だからですよね、多分そうなんですよね、うん、だから超ハイエンドになかなか触れる機会が少なくなってる、ね、はい、ということでたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。続いてこちらのコーナーに行きたいと思います。はい、2024年の大予想、わい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 、はい、こちらのコーナーではですね、うん、2024年になりましたから、はい、2024年がどんな年になるのか、ガジェット的にもそれから他のね、いろんなグッズとかね、そういったものも広げていろいろと予想していきたいと思います。ということで、ね、どんな年になると思いますか。全然頭働かないですね私、ま、でもちょっと褒めてほしいんですけど、はい、2023年が始まった時に予想してたんですよ、はい、ゲットナビさんの本の中で、で、あのガジェット的なオーディオ機器、それこそあのツアープロとかみたいに、はい、こうあのいろいろとこうメガネで音聞けたりとか、そういったものとかがどんどん増えてくると思います、そしてそれが人気になると思いますって言ってて当たってたんですよ。素晴らしい、すごい、イエイ、すごい、ちゃんと予想か、ちゃんと予想か素晴らしいですね、まあ、でもその流れはありましたよね、まあ、確かに ね、うん、ね、2024年はどうなるか、そうですね、それで言うと、まあそれこそあの耳を塞がないイヤホンとかもすごい流行ってると思うんですけど、ですね、ゲットナビ的にも2024年の予想はその、うん、結構ね、そういう耳を塞がない系が来るんじゃないかってことですか。それ以外で言うと結構ね、そのホームシアター系のオーディオが増えないかなって思って、あれのヤマハのヘッドホンみたいな、とかソニーさんも、はい、あの結構安価な、はいはい、まあ、そんな安価でもないけど、うん、あのスピーカーシステムみたいなの出してて、うん、Bluetooth かワイヤレスでね、つながるスピーカーっていうの出してたんですけど、はいはい、そういうね、前回というか去年のポタワングランプリを見ても、うん、やっぱ Bluetooth ヘッドホンとか、うん、Bluetooth スピーカーとかが外で使うものだけじゃなくて、うん、家の中で使うっていうのがかなりあの浸透してきたなっていう風に感じるんで、うん、ですね、これあれかも、サブスクの力大きいかも。あー、なるほど。なんかそれこそディズニープラスとか入ってると、うんうん、映画館であのやってるほんのもう 数週間とかなのかな、ほんのちょっとの差で新作を見れたりするじゃないですか。はいはいはい、ありますね。で、うん、サブスクがすごい広がってみんないろんなの入ってるから、家で映画を楽しむ人が増えたのかもしれない、コロナ禍を経て。だからこういう映画聴いたりできるシステムっていうのは人気出てくるかもですね。ちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、うん、あの去年あのミリオンライブのアニメが、ね、はいはい、あの劇場で先行上映されてるんですか、はいはい、あれ見て、うん、やっぱいい音響ってめちゃめちゃいいなっていうのを再認識したんですよ。確かに、うん、それこそやっぱ家もちょっと大きいテレビとかあったらゴージャスに映りますし、はい、まあ、なんならスマホとかで見ちゃってもいいんですけど、うん、やっぱ映画館ってすげえな、うん、まあ、映画館じゃなくてもちゃんとね、その綺麗な映像と迫力ある音を揃えて、はい、その作品を楽しむのってやっぱ相応の魅力があるよなっていうのを感じたんで、うん、ですね、なんかその辺がね、もし家で使えるこう、うん、機器で、ね、手軽に再現できるんだったらちょっと面白いのかなっていうふうに思いますね、うん、ですね、本当に、うん、うんうんうん、やっぱりそういう家でちょっと特別な体験ができるっていうのはガジェット的にも増えていきそうですよね。ね、うん、それこそあのなんだっけ、プロジェクターとかもどんどん普及していってるし、うん、全体的に家でちょっとリッチに楽しむを意外と低価格でできちゃうよっていうのがトレンドになってくる気がしますね。そうですね、うん、そう、それを踏まえてやっぱね、その辺のちょっとこうなんていうのかな、楽しみ寄りなヘッドホンというか、うん、僕今普段使ってるのが、はい、ゼンハイザーさんの HD700 とか、はいはい、タコさんの T3-01 とか、いい、ね、ちょっとモニター寄りなヘッドホンが多いんですよね、はいはい、それをまあ仕事に使ってることも多いんですけど、うん、だからちょっとこうゲーム映画用ヘッドホンみたいな、
はい、で1本いいのをこうドンと何か欲しいなーなんていうふうに思ってたりして、うん、ああいいですね、うん、ちょっとそのあたり開拓していきたいです ねもしかしたらね特集なんかでもなせるかもしれないし、ね、いいですね、その辺もあったらいいなー、うんですね、はい、ということで2024年の予報は皆さんどうでしょう、ちょっとここで記録に残っちゃったんで当たってるかな、どうなるかな、ね、楽しみですね。皆さんもね、もしかしたらこの正月でいろいろ映画とかゲーム遊んでるかもしれないですけど、うん、はい、その体験をよりリッチにしようぜということで、いろ、うん、んな製品を買って、うん、この予想が当たる1位になってくれればいいなというふうに思います ね、 ですね、流行らそうみんなでっていうところで、はい、皆さんも予想があったらぜひコメント欄とかに書いてもらえたらと思います、ね、お願いします、はい、ということで以上2024年の大予想のコーナーでした。はい、というわけで、はい、ポタワン TV ラジオミニ今月はここまでとなります、うん、今年もさらなるポタワンを求めて、うん、お相手は工藤博明と小岩井小鳥でした。さようなら、さようなら。